はい、さん。はい。先日ですね。はい。岩倉さんに。はい。カバンを買ってきてもらった企画。はい。現時点でどうなってるか実はわかりませんが。まだ撮影終わってないもんね。はい。はい、第2弾を進めていきたいと思ってます。はい。第2弾。はい。今回は、またまた製造をやっている。はい。つが子さん。つが子さん。つがちゃんね。はい。に、ちょっとね、オファーしてみたいなと思いますので。はい、ちなみに今回は、前回岩倉さん予算5万円でしたが、どうするんですか、はい、いや、5万円。10! 一旦5でいこう。15? いやいや、一旦5。あ、5万ってこと、じゃあ、岩倉さんまで5万で、5万でオファーしていきますか。そう、どういう違いがあるんかね。え、津賀ちゃんと阿部ちゃんでどういう違いがあるんか。まあ、そうやな、確かに確かに。はい、塚子さん、はい、お仕事中すいません、はい、ご相談がありまして。ご相談とは？ご相談、ご相談とは？楽しいご相談。楽しいご相談とは？とりあえず、はい、あちらに社長室の方に、はい、背番号23番。阿部ちゃんにはもうすでに渡したんですけど、今回中津川さんにですね、5万円渡して。ボーナス？ボーナスじゃない。やった。ボーナス。やった。ボーナスじゃない。ボーナス。ボーナス。経費の。あ、経費ですか。経費5万円渡してですね。はい。もう津賀ちゃんの好きなカバンを買ってみてください。1、2、3、4。3万円のと2万円の買ったとしたら、2個手に入って返さ。あ、そういう使い方もある。使い方もありはあり。ありはあり、あり。1個5万円じゃないから。それもその人の使い方好きにしてくれたらいいから。で、1000円ってことは1000円50個も OK ってこと？1000円50個も OK やで。1000円50個も OK やで。どうするみんな、川西カバンの商品よりさ、他社のカバン使い始めたら。他社のカバン使い始めてくれた方が、他社はどういうもんなんかっていうのが分かるけどいいよ。え、その、それやったらいいけどさ、うん、もうどう考えても使用頻度が、うん、川西カバンを超えてたらどうする？頑張る。頑張ろう。頑張ろう。それを超えるカバンを作れっていう。なるほどな。そういうことやな。1、2、3、4、5万円。はい。お願いします。お願いします。ありがとうございます。領収書よろしくね。領収書、あ、領収書必ず。領収書は必ず。すみません。いらっしゃいませ。川西カバンの川西です。津賀です。このチャンネルは長く愛されるものづくりをテーマに日本一を目指す川西カバンがお届けしております。3回目見られる方ね、はい、チャンネル登録をこれはもうしてください。強制プッシュ、強制プッシュで、はいはい、というわけで、はい、この冒頭の部分で津賀ちゃんが社長から予算をもらって、はい、お買い物に行ったはずでございますが、はい、あれから数日経ちまして、はい、津賀ちゃんが帰ってまいりました。はい、お帰りなさい。お帰りなさいませ。お帰りなさい。はい。で、ここからは、ね、その津賀ちゃんが買ってきたね、うん、カバンか何か分かりませんが、うん、袋小さいね。そうなんよな。そう、買ってきた物をね、うん、見ていきたいなと、はい、思っております。お願いします。行ったりましょう。はいはいはい。全然分からんな。全然分からんな。え、何これ。ポーター。あー、ポーターになりました。へえ、ポーターさん、吉田のポーターさんやん。この下の方なんか気になるよ、この下の、ね、これ何、これ何、これ何、グミ、これ匂い袋は。え、どういうこと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 。ちょっとネット情報によると、ストレスから解放されリラックスした毎日を過ごしたい、そうした時代の声に応えるように生まれたシリーズ、うん。あ、へえ。あ、じゃあバッグだけじゃなくて、こういうちょっと別アイテムをセットでコンセプトを実現しようとしてるってこと、シリーズの、うん、へえ。これはポシェットみたいな、うん、そうですね、ショルダーバッグです。あ、斜め掛けの。そう。あー、へー、あ、ショルダーパッドを真ん中にして、うん、あ、これいいね。何どういや、ショルダーパッドを真ん中にして左右で調節できる感じ。これちょっとうちでも使えるかなって考えて買ったやろな。そう、なんか、うん、それもあります。これもあるよなって思ってこれ買ったやろな、多分な。今ショルダー悩んどんですよ、どういう風にしていくか。
あ、川西キャバのショルダーを。そう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 。で、ちょうどあれや、悩んでる中での一つのアイディアかもしれんと思ってっていう予想もあったってこと？寝干しをつけてたのが、うん、ポーターか、ほう、鬼塚タイガー出たな、はいはい、好きやな、好きやな、鬼塚タイガー。鬼塚タイガーは前から好きなのは知っとったけどさ、ポーターはなんでなん、うん、ポーターも割とデザインとか好きではあったんですけど、うんうんうん、割と値段、いい値段するじゃないですか、はい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 、やけん今回あのこの機会に大金もらったんで、うん、この機会にちょっとへ買ってみようかな、はい、へえ。でもポーターの中でもいっぱい種類があると思うんだけど、うん、その中でなんでここに至ったの？個人的に好きなやつがあって、うんうん、それをそのあたりで決めようかなと思ってまず買いに行ったんですよ。それも見て説明もしてもらって、ほう、店頭で、うん、店頭で、あ、それもじゃああったん、店頭にありました。ほう、ただそこまでなんか買おうかなまではいかんかったんですよ。なんでやろ、デザイン良かったんやろ。デザイン良かったです。接客の人が良くなかったん？そういうわけでもないんですけど、うん、買いたいなまではいかんかったんですよ。なんでやろ、なんでなんでなんで。で、店内見よったらこれがあったんですよ、次、うんうんうん、下のこれが、うんうん、なんかリュックみたいでちょっと可愛いなっていう。確かにここちょっと変わっとるよね、なんか変わった金具もそうやけどさ。そう、これまた可愛いなと思った。そう、なんかちょっとリュックをちっちゃくしたような感じで、ボリュームが可愛いなと思ったんですよ。そういう風に見たんや。ただこれデザインやと思っとったんですけど、うん、店員さんがここにペットボトルとか、はぁ、はい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 、あ、ここに挟むってこと？そうそう、軽めの上着をここに挟めますよっていう。これちょっと、あ、大丈夫です。デザインだけだと思っとったのに、なんか意味を持ったというか、うん、ちゃんと使い道があったり。ちょっとじゃあキュンとしたいな、そこで。あ、そういう感じね。こう、はい、そうです。面白い。これはもう引っ張ったらいいだけやから、縛ればいいんや。そうそうそう。でもちょっとあれ、ちょっとこう強く振りすぎたら落ちそう。それはあるかもしれない。そうやな、ペットボトルよりあの服、そうや、ちっちゃい、うん、あとかタオルとかええんちゃん、夏場やったらさ、うん、あー、へえ。ただなんか実際使うかどうか別にして、うん、これにそういう用途があったっていうのがなんかすごいキュンとした。なるほどな。俺前の岩倉さんとの共通点を見つけたで。何？やっぱな、うん、意外性にキュンとするじゃない人って。あ、理由よね。あ、理由はなんかすごいあれかなと思う、はんはん、購入、欲しくなるトリガーになるというか、うん、何にも意味がないと思いよったのにこれ何やろうと思いよったところに理由があったりしたらワクワクするっていう。なるほどな、そういうのあるんかなって思った。へえ、そっからはどうなってきたん、はい、感情が。そっから、うん、またここもなんかちょっと変わった持ち手。変わってる、そこな。あ、そうなの。それ変わってる。え、これもちょっとなんかこのデザインやなと思ったら、あの店員さんがここを引っ張って開けれるんですよ。へ、うん、あ、持ち手みたいになったんや。そう、引っ張って開けるためのあれなんな。そう、なんか最初そこまでなんか思ってなくて、ただデザインでこうやっとんかなと思ったら、うん、これもなんかデザインも割としっかりしとるし、うん、その引いてあの開けやすくしとるっていうなんか利便性というかが高まっとるもなんかすごいなと思って。ちゃんと考えられとるってことやな、うん、これって普通こう巾着で使うのよな、うん、この塩って巾着で使うんですよ、うんうんうん、だからどちらかというとギュッとやって口を絞るみたいなイメージ、はいはいはい、わかります。で使われるのが一般的なんやけど、うん、一般的でさらにこうやって絞ってるよねみたいな雰囲気は出したんですよ。あ、けど絞ってるよねってやったらしたらこんな雰囲気出へんのな結局な、ほんまは。へ、こうじゃなくてもっとなんかいびつな形になってしまうんやけど、はい、この、ギャザー風にしてあの巾着風にして、うん、引っ張ったら開きますよっていうマジックテープにしとるっていうこれなんていうやろ、うん、癖の悪さというか、うん、こうなんていやらしさというかな、うん、それ褒めとん。いや褒めてる褒めてる褒めてる、うん、なんかすごいそういうのがあって、うん、俺もここはこれは面白いと思った。へえ。これじゃあ中はどんな風なの？この一番大きいファスナーのところは。大きいファスナー開けたら。中はシンプルな？中はシンプルに。あ、ポケットは1個だけあるだけ。ひっくり返してみよう。ひっくり返してみよう。うーん。
手つき慣れてんな、あなたも。河合さんに負けじと。これあれやな、これもボンディングされたわな、最初からな。なんでボンディングされた、これこっちだって表生地やん、うん、で、こっち裏生地、こっち裏生地やん、うん、で、これ裏生地やん、うん、だから、この生地とこの生地が一緒なんや、うん、はい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 。で、はい、表生地ね。だから、タンカーと同じ生地の構造で、うん、表の生地があって、うん、綿があって裏地があって、うん、はいはい、でこれが一つの生地として用意されてるみたいな感じ、うん、だから、仮縫いをせんでね、裏地と表地の、うんうん、最初からひっついとるから、はい、それでちょっと生産スピードは速いかなと思う反面、うん、中でも同じ生地を使ったらこういうふうに表地が出てくるみたいな感じになる。こうこれとこれ同じ生地、中ポケットのポケットの生地と表のこの生地が一緒に、うん、円じゃないんでしょ。いやいや円やけど、うん、これはなんでこういう風になっとるかって言ったら、裏生地と表生地をひっついたやつを一つの生地として使っとるけん、うん、はい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 、そう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 、こっちの方が合理的ってこと？いや合理的じゃないんよそれが。あ違うんよ。そうこれ合理的じゃない、なんでかって言ったら中に綿が入っとるものを裁断せないかんから、うん、これ裁断するのめっちゃ大変な、はいはいはい、でさらにこれまとめるときにこれ、印つけねん俺ら、センターとセンターが合うようにこの横のマチと銅板の真ん中と真ん中が合うように印を入れろよ、うん、印を入れろやけど、こんな風に綿でサンドイッチみたいにされたら、うん、この印が入らない。なんで？あの生地を重ねて一気にザクッと入れる感じ、あ一気に 角というかこう切り込みを入れるような感じなんやけど、うん、綿やからその切り込み入らないのよこれ。でってことはこれどういう風にしとるかって言ったら多分なんやけど、うん、一個一個白い鉛筆とかで印を入れとるはずなの。あ一個一個の生地に？一個一個の生地に。ほーやけんちょっと作るんがしんどいなっていうのはあるかな。これもあれな、こうしてむちゃくちゃ綺麗やな。そうなん、むちゃくちゃ綺麗や。なんでそんなむちゃくちゃって言うん？そんな綺麗。ここ裏糸下糸なんやけど、うん、下糸も綺麗にミシンが揃ったんや。そんな綺麗なのこれは。これは綺麗やな、下糸でここまでやるのは綺麗やな、すごい。でほらほらほら見て、これ見た、これファスナーの裏のとこのグログラン、うん、ここのとこは20ミリぐらい使うと20もちろんあるか22とかあるかもしれんけど、これ多分15ミリ使ったんや、うん、これなんかすっきりしてかっこいいや。うーんこの折り目の位置からグログランの終わりからここまでの距離がこれほら長いやろ、1センチぐらいあるやんか、うんうん、これ8ミリぐらいしかないや、うん、これかっこいいや。この差がこう、かっこいいな、この差な。しかもこれってさ使う、うん、内側の部分やろ。そう見えんのにさ、そうこだわる、こだわるわけよ、へこだわるわけですよ。これ縫い返しやけん俺らと縫い方一緒やな。だけあの生地とファスナーを、8ミリで合わせて、でこの15ミリのグログラン塗って叩きミシン入れる、折り返して叩きミシン入れるやり方、これは俺も作ろう、この作り方一番好きや。すっきり上がるし安定するし大好きや。これ一発でいってるわよこれ。まあですね、縫い目1個しかないですもんね。え、そんなことできるんですか。いやこれこのラッパ用意してるな、これをのラッパ用意してると思う。いや多分のラッパ、多分これ、うん、このポケットすごいおかしくて、うん、これ生地1本やろ、うん、ちょっと待ってよ、ステッチ1本やろ、うん、はい、でこっちグログランテープあるやろ、うん、でグログランテープのステッチがあるってことはこのステッチが下に出てきとるわけやん。そうやな、で1本でいっとる。さらにグログラン巻いとるってことは、うん、グログラン巻きながらこの折ったステッチを入れとるわけ。そうやな、これって、うん、普通に何の道具もなくやろうと思ったら、うん、とっても大変なことだ。そうなん、普通できへんぐらいのこと。だって普通に生地があってテープ巻いて縫うだけじゃない。生地があってテープを巻いて一回縫います、うん、はい、固定されます、で折りましてからのステッチ入れる、このミシン入れるやったら簡単なんや、うんうん、けどテープを巻きながら折ってステッチを入れて留める、うん、これめちゃくちゃ大変なん、これはすごい難しい。なんでかって言ったらテープを巻くやろ、はあ、この時にミシン入らんかったらテープって広がってくるやん、はい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 、広がってくる。じゃあこれがこうなってくる状態で、うん、さらに折って縫わないか、うん、だから多分これはそれ用の道具を用意して一気にいっとるような感じ、はあ、だけにすっきり綺麗に見える。それがラッパってやつ。ラッパってやつ、へえ。ラッパパッパラッパパパラッパパラッパパパ
ラッパラッパラッパパパラッパパラッパこういうやつパパ、はい、これラッパって言うん、このラッパでこのテープを巻くわけ。俺が思ったラッパと全然ちゃうかった。そう、うん、我らラッパって言います。トランペットみたいなやつ。そう、これめっちゃ大事。へー、こんな機械って余談やけど、どこで買ってくるん？これはね、外国で買ったりもしたり、うん、これ昔中国行った時に買ったやつ。へえ。それが意外と使いやすかったっていう。これも問題ないけど、ミシン屋さんって昔結構何軒かあって、うん、うちもお世話になっとった人がおるんやけど、ミシン屋さんでもあったん？ミシン屋さんでも。ミシン専門の会社？そう。だからよくあの中古でみんなミシン買うやんか、うん、買う。工業のミシンとか買ったりするやん、はい、あれトラブルになった時って大変なんよ、うん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 、その直す人がおらんやん、まあ、はい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 。だからネットで調べて、まあ、近所のミシン屋さんみたいなのを探してミシン屋さんに電話するやんか、うんうん、でミシン屋さん直してくれるやん、うん、直してくれるとするやんか、うん、こうやって結構大変なことで、うん、そのミシン屋さんから買わずに、うん、ヤフオクかなんかで買った中古のやつをその人使っとったら、はあ、ひどかったらミシン屋さんこれ対応してくれんのよ。なんで？中古やけん？セッティングが合わんかったりとか、それほどまでにミシンのセッティングって細かくて大変な。へえ。それを自分とこのお客さんでもないのになんで直さなあかんねっていう風なスタンスになってしまう。これはもうミシン屋さんが悪いんじゃなくて、うん、そのミシン屋さんから買わんかった方が僕は悪いなと思う。で結局なんていうやろ、困った時だけ呼ばれてもみたいな感じで困るわけやんか、ミシン屋さん。でさらによ、修理行って修理して、うん、直して、うん、で直すやんか、うん、で直してもらえるお金って、うん、普通に考えたら1万円かそれぐらいが限界やんか。そうやな。そうやろ、うん、それが限界けど、やっぱりその人らもそこまでのやっぱり積み重ねてきたものがあるわけ、うんうんうん、例えば、うん、初めてのお客さんやったりとかしたら、うんうん、とか、うん、自分のところで買ってない人やったら、うん、5万とか、うん、10万とか言いたいわけ。まあ、分からんでもないな。分からんでもないやんか、うん、だってその一元さんなわけやし、うん、けど言うたら高いとかって言われるわけや。絶対言われるよ。そうそう、絶対これ直すの5万もいるんですかみたいな。そう、うん、絶対言われる。それ言われる方からしたら気分悪いやんか、うん、ほんならやっぱり10なんてやろう、1万円とかって言うわけ、うんうん、だって 1日しか働いてないのに、3時間しか働いてないのにみたいなことをやっぱり思うわけやんか、うんうん、それで言われへんから、うん、すいません、うちで買ったものしかやってませんっていうような流れになるんちゃうんかなって俺は思う。ああ、なるほどね。そうだけど、これはもうしゃあない。だけど僕ミシンを買うんだったら基本的に地域のミシン屋さん探して、うん、そこから買った方が絶対にいいと思う。へえ。ヤフーオークションとかメルカリとかいっぱい出とるし、うん、流れもあるんやけど、うん、それはもう、確実に言った方がいい。へえ。そうした方が俺はいいと思う。ちょっと戻してもらって、あ、ひっくり返す？そう。え、そもそもつかちゃんなんでこのサイズの欲しかったん？このサイズの欲しかったのは、うん、今回って会社から買ってきてくださいって言って買うけん、うんうん、なんか、うん、そこまで自分がなんやろカバン欲しい意見買うっていうんじゃなかったんでしょ、うんうんうん、で、もう買わない関係どれにしようかってなっとって、うん、で多分私もともとこのサイズのカバンが好きなんですよ。なんかなぜかもうこのサイズ感がいいってなっていったら、うん、で何個か目に留まったうちに見よったらもうこれって。へー。ちなみに何入れるんですかつがちゃん、これに。これに財布と携帯、うん、ハンカチティッシュぐらい。へー。ほぼ持ち歩かんないな、あんまりものを。うん、そのサイズ感のバッグ俺も2つぐらい持っとる。あ、そうなんや、うん、全然安いやナイキとかの、うん、多分 2,3,000 円のやつだったもん。昔買ったのとかしか家にあって、でもやっぱたまに使いたくなるというか、うん、楽。あ、そうなんや。このサイズだけにあの監視カバンでいうこまめ的な印象やと思う。ああ。そう、そういう感じ、そういう感じ、はい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 、ちょっとしたもんやんな、本当に。ちょっと背負ってとかショルダーかけてみて、こっちで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 前に前に。ああ、もう普通に使いやすそうな感じやな。ほんまやな。うん、ちょっとくるっと、
おー、ポーターやけど真っ黒やな。真っ黒です。真っ黒やな、金具も全部、うん、あ、じゃあオレンジの部分ないんや。ない、うん、これ一緒に入ったのは外袋なんやけど、外袋はオレンジやね。外袋って、外袋って何？中に、保存用の袋、袋、袋やって、保存用の袋かな。保存用ってのはこのカバンを、そう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 、このカバンをまあ大事に置いとくよ。そう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 。へー、これも素材って変わったん？これ関係ない、ね、素材、これはここに書いてタグがついてるな。多分これは素材のタグやと思う、うん、このアルファジェル、アルファジェル、これあれです、このこれ、ここ、あ、ここがアルファジェルな、はい、あ、型が軽減みたいな。へー、開発分散って言ってました。へー、そう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 、あ、でも結構しっかりしてるな、うん、どっちどっちとか硬い印象に感じるぐらいしかない。これでも素材はじゃああれ？書いてないですね。別に新素材じゃないかな、これは。ナイロンって言ってましたね。これは普通のナイロンなんかな。これでもちょっとまだ値段言ってないんやけどさ、そういえば、うん、あの、はい、いや、川西さん的に知っとん、これ値段。知らん。何本ぐらいのイメージだ。2万前半？何の箱だよこれって、何のあれなんやんな、分からん。大きさかな。大きさやな。大きさやろ。なんかあれやな、あのあれやな、あのあれと同じや、あの大盛り得と感じるの同じ。ああ、生地いっぱい使った方が得したような気がするってこと。そう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 、まあ実際その辺って、その辺ってどうなん、カバン屋さん的とかものづくりからするとさ、あんま関係ない、うん、生地たくさん使うから、まあ、だから基本値段は上がるやろ、生地たくさん使った方が。生地たくさん、生地代が上がるからね。でも例えばこの大きさと、じゃあ前のミナペル の, あの大きいトートバッグあったやんか、うん、生地の量正直さ多分5倍ぐらい違うやろ。5倍、なからん、あ、5倍ぐらいか多分。だって大きさ、これは言い過ぎやけど、うん、だってこれよりか大きい気な、アベベよりが。そうやなって思ったら、これのだいたいざっくりやけど、これやったら30センチぐらい、30センチぐらいやと思う。生地が前のミナペルホネンとコラボのやつは、ミナペルホネンとのコラボのやつは長さで言うと5倍ぐらいか、1.5倍か4倍って時に、うん、単純にかける5っていう考え方ではないってこと。だいたいじゃあ金額でどれぐらい差があるかというと、うん、生地で高くて、うん、これ3,000円ぐらいだと思う、高くてね、うん、あ、そうだね、これの話をしてくれよ、これの話をしてくれよ。そう、大体こう生地代で900円、うん、ミナペル骨はね、うん、そう、あれ5000円する、まあ5000円と考えて、あ、そんな違う、あ、そうそう、5倍か、そう単純に。いやいやいや、違う、生地代がだってミナペル骨やけ、あ、刺繍代入ってくる。ああ、なるほど。まあ、高く見てこれやと考えて、5000円と考えて、うん、まあ、1メートルいらんか、 0.8 か、80センチ、もう2000、あ、そうか、4倍やな、うん、そう、4倍って考えたら、単純にこう素人考えやと、うん、いや、もちろんそんな短絡なことか思わんけど、うん、ちょっと短絡的に考えすぎると、うん、これが2万で僕のやつが5万ってやったらさ、うん、なんか僕のあのポーターのやつの方がお得に感じてしまう、まあ、自分が、確かにそうやな、しまう自分がおるんやって。おう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 。でも一概にして世の中の商品ってさ、うん、ちっちゃいからめちゃくちゃ安いわけでもないやんか。ないそれはだって川西カバンやって、あのキーケースとかやってさ、うん、1万ぐらいで、うん、じゃあアベベとかやって、まあ、2万ぐらいでっていうところでさ、うんうんうん、生地の量考えたら、うん、もう素材が違うのもあるかもしれんけど、うん、なんかアベベとかの方がお得に感じたりとかさ、まあそうやな。一旦金額聞こう、うん、聞いてみる、一旦聞こう、うん、これは、うん、31,900円です。マジか。ほら、ちょっとあれやろ、うってなったやろ。結構するな。なんかコメント欄でもあったけどさ、うん、もう世界市場見よるから、うん、そんな日本人のお客さんのことをそこまでメインには考えてないんじゃないんかみたいなコメントもあったし、うんうん、今この瞬間で考えると、うん、なんか高く思う人も多いんじゃないかなっていう、うん、思う。ただ、うん、何やろ、まあ、今回お金もらって買いに行ったっていうのはあるんですけど、うんうんうん、
同じ大きさのやつって、うん、まあ2万2000円だったり、うんうん、1万7000円とか、うんうん、その辺なん、うんうん、価格帯的には、うんうんうん、だったんですよ、うん、で、何やろ、もうちょっと安いんやったら、うん、なんか1個じゃなくて2個買っていいって言ったよね。あ、やった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 。やけ、もうちょっと安いんで2個買おうかなと思っとったんですよ、うん、ただこれに出会ったら、うん、もうなんかこれ以上なんか利用、いや、これ以上のものはないかなと思ってしまった。これクラスの最上クラスね、これが。そうですね、このサイズ感の。あ、はい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 、この大きさ欲しいんで、うん、いいやつ求めるんやともこれかなっていう。あ、そういうことね。っていうのもあったし、さっき言ったなんかもうデザインと機能がそうやな、兼ね備えられてるものってなかなかないっけ、うんうん、そこにすごい魅力を感じて。いや、これはでもようできてるもんね。人の心を動かすのが大事やね。そう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 、どこで動かすかだよな、うん、商品もこの YouTube の動画も一緒やなと思う、うん、どこで人が感動、心動くかをいかに作るかみたいな、うんうん、あとさ、このカバンのコンセプトはリラックスなわけやろ、うん、その上でさ、これは結構ポーターさんからしたらさ、多分、いや、おまけでもあると思うけどさ、うん、これがあることによって多分これが完成するわけやんか、うん、ちょっとこれ開けてみようよ。開けてみよう。俺とかカニさんやったらこれテレビ引きちぎったんやけどな。そうやな、やっぱちゃんとしてる、ちゃんとした女子や。匂ってどんな匂い。あー、匂ってして、リラックスするする。あー、リラックス、だいぶ落ち着く匂いや。え、だいぶ落ち着く匂い。あ、こんなんもついてるやん。そ、これをあのこのカバンにつけてもいいですよっていう。あー、うわ、かわいい。え、じゃ、そう考えたら、うん、これも作ってるし、うん、これも作っとるわけや。まあそうやな、言うたら、うんうんうん、そらコスト上がるわな。でもこういうのってちょっと面白いな。面白い、ちょっと今思ってしまった、うん、やったな、こういうの。香りを作る、あ、ちょっと面白そうじゃない。あの、でも、うん、お店の匂い、やって、うん、お店の匂いみたいなのは作りたいなと思うよ。へえ、お店の匂いを作る。そう、川西カバン来たらこんな匂いするよねみたいな匂いがあったらいいなって、はすごく思う。その匂いを持ち帰れたらいいんじゃない。そのその匂いを持ち帰れたりとか、うん、そのイベント行ってもなんかその匂いしとったりとかみたいな。あ、カバン届いたらこの匂いがするみたいな感じにできたら、うん、すごいおもろいなって思う。でもこれなんか面白いと思ったけど、この香り、香り袋っていうの、匂い袋、香り袋、うん、なんかまあ作るの、匂い作るの大変やと思うけどさ、うん、なんかそういうところまで考えてみる企画って面白いな。面白いと思う。なで、これと、だってこれとここでゴールなわけやろ、一旦、うん、で、これを、これも入ってるから、うんうん、これも入ってる。これはどう使うん。これはだから保存用やろ。保存用、あ、保存用ね。これもちゃんと大事にしてほしいよとか、あ、いう思いがある。思いがあると思う。あ、うなるほどな。これやって全部コストかかってるからね。え、これ縫い付けるんやって、うん、ここ縫うんやって、これ縫う結構めんどくさいから、うん、いやいや、巾着はめんどくさいから。いや、あはじゃないよ、巾着は大変やから。いやいやいや、安定のめんどくさくて、細かいおじさんやなと思って。めんどくさくて細かいよ俺は。こんなのから知らんかったな、カバン。これも高いからね、意外と。高いですね、これ。高いよな。高いです、高いです。これも高いよ。え、こういうのも結構いろいろついてない、なんかナップサックみたいなね、こういうのって。これ意外と高いよ。そうなんや、うん、意外と圧迫するよ。へえ、これ意外と面白かったね。うん、何意外とって。あ、何、どう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 、な、ちょっとどういうこと、意外とってことやんな。ちょっと気になりますね。分かる、ちょっとそこ真相を語ってほしい、最後に、うん、な、つかちゃんが真剣に買ってきてさ、意外とって何、意外とってさ、どういう意味な、どういうことですか。どういう意図があったん、意外とって。普通にさ、面白かったらええやんな。はい、うん、だってポーターやんって思ってしまったから最初。うん、ほんでポーターやんと思って、うん、ポーターもだって俺散々見たしと思って、ランカーが上位にあって、うん、それよりかはちょっと安い感じのもんなのかなって。あ、これ、うん、そんなことないやろ。そんなことなかった、うん、だけど、うん、しっかりコンセプトもあるし、うん、こういう風に感じてほしいやろなっていうのもなんとなく伝わってくるやん、匂いとか。だけどなんか面白かった。あ、なるほど。いかにその部分であるん、なんか例えばやけど、するかせんかは置いといてさ、うん、
仮に塚ちゃんなりの目線でこれなんか活かせそうやなとかさ、参考になるなとか。やっぱこのそこ やっぱショルダーなんや。そこで川西さんが最初から当たっとったんや。そうそうそう、俺らめちゃくちゃ悩んでる今。へえ、そういう意味ってあれやもんな、あの塚ちゃん今度秋発売のあのボブやったっけ、ボブな、これはほぼ塚ちゃんの単独のプロジェクト、うん、そう、うんうんうん、これがなんかあれかもしれないな、あの2年後3年後リニューアルで これのインスピレーションがちょっと入ってたりするかもしれないな。そこにそれついたやろ。そう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 、だってなんかできそうじゃないこれで。ショルダーは若干これっぽくなる可能性もあるな。え、そんなに影響受けた。これはいいよな。いいですね、これでいいなって思う。へえー、じゃあ1年後とかにショルダーこういうのが販売されるかもしれんし、そう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 、つがちゃんが監修した商品にこんなのがつくかもしれんしみたいなことが起こるかもしれませんね。かもしれん、はい、その時は、うん、もちろん、うん、パクったわけではなく、うん、影響を受けたという、インスピレーション、インスピレーションというふうに、うん、あの皆さん感じていただければと思います。そうやな。それでは本日もご来店ありがとうございました。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。バイバイ。